夫と離婚した時の話でもサクッと、すべて元がつくけど省略する。車で30分程度の実家の止めに頻繁に呼び出された結婚2年目。2年目にしてなぜかいきなり花嫁修行。普通にいい関係の止めだったけど、とうとう嫁いびりかと思いつつそこそこに付き合う。1ヶ月ほどで夫の同僚の奥さんから旦那の浮気情報が流れてきて、夫の携帯から相手の個人情報ゲット。相手を呼び出して事実確認。相手夫が既婚だと知らず、いまいち信用してないようだったので、夫名義の銀行のカードやら親戚の結婚式での夫婦の写メ画像やら提示。平誤りの末に震え出す彼女。彼女の口から衝撃の事実。付き合って2年目。婚約してる。結婚式場も見に行った。結婚費用7桁を夫くんに預けた。もう我が夫ながら呆れ返ってしまい、そのまま当たりをつけてた弁護士に彼女も連れて相談。うとめにも事情聴取。夫が、嫁がお袋の味を覚えたいって言ってた。などないことないこと吹き込んで私を多忙にしてたことが判明。最終的には全員からフルボッコ。今はうとめの監視のもと、実家で私への分割慰謝料のためにせっせと働いているらしい。結婚詐欺か。その彼女さんが元夫に預けた結婚費用7桁はちゃんと返せたの？彼女に結婚費用の返済と慰謝料、私に慰謝料で、彼女へのお金を優先させたために私への慰謝料は分割になりました。私は乙女からもいくらかいただきました。夫はどう着地点にしようとしてたのか聞きたい。一致と別れて彼女と結婚しようとしてたの。それともただの詐欺？オツでした。元夫以外は全員被害者だったんだな。早く慰謝料が全額支払われて縁が切れると良いね。悪い意味で何の計画性もなかったです。浮気相手にいい顔しようとし続けた結果が結婚詐欺になったみたいで。当時はこのクソババア明日こそ絶対に切れてやるって思ってたんですけど。トメとは和解したし謝罪もしてもらったし。それより夫がクソすぎてあまりトメへの恨み事を思い出せないです。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。